はお客様の声ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらまずはここに来るまではどんなお悩みがありましたか？体調不良は、はい、たくさんありましたけれども、うんうん、10代の頃から10代後半ぐらいからの、うん、あのアレルギー体質がもう何十年もありましたことと、それから60代になってから、膝変形性膝関節症、うんうん、それが、うん、あの徐々にあって、うん、ここ半年ぐらい前からちょっとそれが悪化して、うん、非常に痛くなったので、うん、はい、うん、はい、そうですね、最初やっぱり膝の痛みが結構あったのと、ね、それこそ唾液も出づらい、そう、あと目も乾燥する、で体も痒くなるっていうのと、はい、あと、まあ、光線過敏症、体、はい、日光湿疹とかは、はい、うんうん、まだ出るとは思うんですけども、はい、うん、でもやっぱり痒みがねあるっておっしゃってましたもんね。はい、うん、はい、じゃあ、辛かった症状に対して、うん、今まではどんなことをなさってきましたか？今までは、うん、あの目の関係は、うん、眼科の方からお薬いただいてたし、かゆ、うんうん、みの方は、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、うん、例えばニベアとか、うんうんうん、あ、保湿をして、そうそうそう、それでなんとかしのげてましたね、うん、そうですね、そうそう、うん、今更聞かれるとどんな風にしてたかな、うん、でもなんかいろいろ試行錯誤しながらっていう感じだったんですね。そうですね、うんうんうん、はいはい、その結果はどんな感じでしたか？一時的には良くなりますが、うん、またこう振り返すっていう形で、うん、ここ何年間もそうでしたね。なるほど、ありました。そしたらそれでこちらに来ていただいたんですけども、はい、こちらの治療院の問診とかカウンセリングとか、はい、治療はいかがでしたか？もう良かったですありがとうございます、はい、もう一言良かったですで集約されますね、はい、ありがとうございます。なんかその食べ物方面からのアプローチと、うんうんうん、そうですね、うん、そうそうそう、それと、まあ、針も初めてしたんですが、うん、なんか膝の痛みも、うん、あの軽くなってきましたし、うん、はい、ですね、そうですね、今は膝の痛みあまりもう、うんうん、今はもう感じないですね。ちょっと前まではね、うん、こうちょっと時々ズキッと来るっておっしゃってましたけど、ね、ここね2週間ぐらいはこれもないとおっしゃってたんで、そうなんですね、良かったです、はいはい、ここの他の治療院、他の治療院さんは行ったことあるんでしたっけ？病院さんは行ったことあります、はい、整形外科に長いこと、うん、10年ぐらいかかってましたし、うん、整形外科さんとここの違いは、うん、大きな違いとかはありますか？いや、もう本当に、うん痛み止めと、うんうん、塗り薬と貼り薬を出してくれるだけで、うんうん、直接体への治療、うん、あ、ちょっと水溜まってたことがあったので、はい、その水を抜いて、それでヒアルロン酸を入れる、うん、そういう対症療法でしたね、うんうん、なるほど、なんか一時しのぎっていうか、うん、その時はいいんですけど、うん、また、うん、繰り返して、うん、繰り返し繰り返し、はい、うんうんうん、ありました。じゃあ今は結構ね、うん、このポイントは甘いものだったんですよね。なんか本当お食事とかも、ね、ご自身ですごく気をつけてらして、うんうん、もうだいぶコントロールできるようになってきてると思うので、はい、もうこれからもぜひ続けていってください。はいはい、で同じような、ね、症状でそれこそ膝の痛みだったりとか、なんか痒みだったりとか、そういうことでこう悩んでる方いらっしゃると思うんですけども、この方に向けて何か一言ありましたらぜひお願いします。そうなんですか、はい。なかったら大丈夫です。そうですね。私の場合は、うん、あるきっかけから、うん、その甘いものを、うん、糖分をちょっと遠ざけてた時期があったんですね、うん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 、自分でそういう風にした時期があったんで、はい、その後体調がすごく良くなって、その、うん、自分の今
今までのいろいろ悩んでたことも随分軽減されたので、はい、あ、私のその根本の原因は甘いものかなと思ったので、うんうん、それで心の先生にも、うん、そういうことで相談 させていただいたら、うん、まあ、そこら辺を全部こう、うん、うまいように導いてくださったので本当に良くなりましたから、はい、分かったです、はい、そういうことでした、はいはい、ありがとうございます。じゃあ今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもありがとうございました。